粉末状の乾燥ライムバーレーンの市場で売られている乾燥ライム乾燥ライムあるいは干しレモン。干しライムは柑橘類のライムを天日で乾燥させたドライフルーツ。国や地域によりヌーミーバスラリームウオマーニーと呼び中東ではありふれた食材であり1個丸ごとまたはスライスし粉末にして香辛料として使用される。また混合スパイスのバハラットは中東から トルコ、ギリシャに広がり、鳥や羊、牛や魚の味を整えたり、調味料として、料理に添えたりする。イラクでは、バスラレモンという意味のヌーミーバスラ、イランでは、オマーンライムを意味するリームー、オマーニー、オマーンでは、リームーと呼ばれる。英語圏で、ブラックレモンと呼ぶが、原料はレモンではなく、ライムである。乾燥ライムは、 アラビア料理やイラン料理の伝統的な食材であり、料理に酸味を加える、香辛料として使用される。イラン料理では、シチューやスープに入れる。ペルシャ湾地域では、魚料理に使用され、イラクでは、米料理や詰め物料理に粉にひいて加える。イラクでは煮出して、ホットレモンとする。ハームズと呼ばれ、レモン味と苦味が冬に良い。乾燥ライムは、強い風味を放つ。 柑橘類特有の酸味、素朴でいぶしたような香りもあり、新鮮なライムが持つ甘さには欠ける。外皮と種子に苦味があり、発酵物のような風味を持つ。ありがとうございます。